上空曇り空、マツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの11回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますんでね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはカープの先発九里がマツダスタジアムのマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。はい、初球空振りです。次が2球目、低めに外れてボール。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど、そうですか。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、レフト深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあカープ先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので、配球には注意が必要ですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。バッターの和田、今シーズン得点圏での打率は5割7分7厘となっています。変化球にバットが空を切ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。外へのスライダー、ここは見極めています。打ちました、セカンド取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。さあそしてバッターボックスにはバース入っています。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。さあワンアウトになりましたがピンチは続きます。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。引っ張った、弾き返した打球はライトへ、さあバックホームするか、掴み、タッチアップ、ホームに送球する、サードランナーホームイン、タイガース1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました、1対0。序盤から試合が動いていきます。ご覧いただきましょう、先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。もうちょっとコースを選んだ方が良かったんじゃないですかね。犠牲フライで先制点を取られています。バッターは石峰、昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。カープ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。高めのボール打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。このカウントバッターを狙って思い切り振ってきますから、裏をかけないとこうなってしまいますね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキーアリアス、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。カープ初回から相手打線に捕まっています。最初は変化球できました、低め外れました、ボール先行です。外へのボールは入りません、ストライクが入りません。ここは1球見ました、打ちました、これもいったか、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加、入った、ホームラン、
ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。3対0。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。さあバッターは新庄。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。真ん中打ちました。切りました。ファールボールです。ボールになります。次が3球目。打ちました。ここはフライになっています。サードが落下点に入ります。阿部が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース犠牲フライで先手を取りました。3対0、タイガース先制です。2回の表、7番から始まるタイガースの攻撃。バッターは木戸。今シーズンここまでホームランは24本。さてカープの先発は栗。今日が10試合目の登板です。前回の登板は5イニング投げて自責点4、負けがついています。2球目は何で来るか。打ちました。取った。一塁送球します。アウト、ワンアウト。8番バッター江越。栗、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。初球ボール、大きく外れました。ボール先行です。切れました。ファールボール。真ん中決まった。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。大きく外れました。スリーボールツーストライクです。このボールは外れてフォアボール、ワンアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということは、いきなり牽制、一塁はセーフ。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。まあ本当いい形してますよね。いやピッチャーはほっとしたでしょうね。はい、ランナーはいなくなりました。いや打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあそして打席には真由美入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。序盤でリードされている分、ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですよね。バッターボックスの真由美、今シーズンの得点圏打率は5割2分6厘となっています。ここはバッター少々のボール球を当てに行きますよ。はい、真ん中打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。4対0。カープなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。ちょっと簡単にね、行き過ぎたかなって気がしますね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。まあここは踏ん張りどころでしょうね。まあそして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき和田、打席に入っています。まずは見送ります。ワンボール。内へ、これは決まった。外、低めに変化球が決まります。ワンボールツーストライクです。打ちました。弾き返した打球は左中間へ。この打球はフライになっています。
西川が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。4対0、タイガースのリード広がっています。小宮山さん、例えばブルペンでも今日は調子が良くないなという時、マウンド上ではどういった気持ちになるんでしょうか。まあ、いつもにも増して不安。真ん中打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファールボールです。打ちました。取ってワンアウトです。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。ファウルになります。さてバッターボックスの石峰、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、率も残せて大きいのも打てる、パワーとテクニックを併せ持ったバッターですね。なるほど、そうですか。これは内へ外れます。またファウル。打ちました。打ち上げた。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスアリアス。前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど。この打席、初球打ち、高く上がった、頭上、入った、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。5対0。チェンジアップが真ん中に行ってしまいましたね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打席には6番バッター新庄。初球は何から入ってくるか。引っ張った、レフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。野間が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。5対0、タイガースのリード広がっています。回は4回の表、7番から始まるタイガースの攻撃。木戸バッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープ厳しい展開で中盤4回を迎えています。引っ張った、サード取った、タッチはアウト、これでワンアウト。バッターボックス江越、前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。打ちました。打った瞬間確信して入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。その際一気に6点と突き放されました。次はピッチャーの打順ですが、先発のプロクターバッターボックスです。いやー、さっきは打たれましたけど、そうそうピッチャーに打たれるわけにはいきませんよ。そうですね。ショート取った、2アウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター真由美、前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように。打った、スタンド一直線、文句な、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。カープ追加点を許します。7対0。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには2番和田。さあ、まず1球目打ち上げました。この打球はフライになっています。変化球に泳がされて取りました、アウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。7対0、タイガースのリード広がっています。これから5回タイガースの攻撃です。小宮山さん、この回はゼロに抑えて打線の援護を待ちたいところですよね。まあ、そうですよね。とにかくしっかりとしたピッチングしないといけないと思いますね。そうですよね。
3球目は何で来るか。アウトロー、空振り、ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。引っ張った、これはどうだ。三遊間抜ける、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターは5番アリアス。先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。今日はバッティング絶好調、3打席連続のホームランとなるでしょうか。いや、小宮山さん、本当に怖いバッターですよね。まあ、無理に勝負はしなくていいんじゃないでしょうかね。打ちました。田中、一塁へ、アウト、ツーアウト。さあカープ、得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですからね。集中していきたいですよ。そう、打ちました。取った、一塁へ送ります。新庄、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー三塁一塁。打ちました、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー、サードランナーホームイン、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。タイガース、センターオーバーのタイムリーヒット、9対3、カープなおもピンチです。打席には8番バッター江越。まあカープとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなります。打ちました、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。10対3、カープなおもピンチです。さあバッターボックスには先発のプロクター入ります。まあ、ここは白星もかかってますし当然行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。キャッチャーが構えます。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。10対3、タイガースのリード広がっています。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは真由美。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、カープ厳しい展開で6回を迎えています。低めの変化球は決まりません。変化球タイミング合いません。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、5球目打っていきましたがセカンドライナーに倒れています。ワンアウトです。バッターは2番和田。今日はまだ当たりがありません。レグナルト、まずは先頭バッターを打ち取っています。改めてお聞きします、バッターの和田、どういうバッターなんでしょうか。逆方向ポール際のライナーが切れずに入ってしまう、そういう怖さのあるバッターですね。ああそうですか。一二塁間抜けていきます。和田、これが今日の初ヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど逃げると逆にやられますから強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、バッテリーもそういった配球。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る、バース、ヒットが出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは4番石峰。まあカープとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。ここでタイガースダイソーを送ります。オマリー、ファーストランナーに入ります。バッターの石峰、今シーズン得点圏での打率は5割7分4厘となっています。いいコースですが外れています。これが2球目、これは手が出ないか、ストライクを取ります。決まった、高め、ワンボールツーストライクです。まあここはゾーンギリギリを狙って勝負ですね。なるほど、さあどう来るか。打ちました、ショート取った、二塁そのまま入ってフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー、ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。10対3、タイガース大量リードしています。
これから7回タイガースの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。島内がマウンド上に上がっています。西さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか。まあ今日の試合厳しいですね。まあただね、打撃陣は頑張ってほしいなと思いますね。踏ん張りに期待しましょう。ファールグラウンドへのフライです。初球から積極的に行きましたがファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。この新庄、ここのところ5試合で打率は7割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。バッターボックス日戸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいです。これも初球打ち取りました。アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。この回タイガース三者凡退です。10対ゲームは8回に入ります。タイガースの攻撃、打順は8番江越、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいました。打ちました。伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。さあ打席には先発のプロクター入っています。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。うん、そうですね。バッターボックスには代打の糸井、まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。初球打ち、これはどうだ、センターに抜ける、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、11対3、カープもうこれ以上点はやれません。ここでタイガースダイソーを送ります。近本がファーストランナーに入ります。打順はトップに帰って真由美、ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、ファウルになります。打ちました。弾き返した打球は右中間へ、ここはフライになっています。セカンドランナータッチアップ。打席には2番バッター和田。まあカープとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。バッターボックスには代打の松永、ワンアウトランナー三塁です。大きな打球になった、ライトバックバックバックする、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。初球でした、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。カープ追加点を許します。13対3、代打に浴びた一発でした。バッターはダイソーから起用されているオマリー、昨日は見事なホームランを放ちました。初球空振りです。これはスタンド、これは一塁側のスタンドに入ります。打ちました。これは大きい、伸びていく、外野へまだ伸びている、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。まずは変化球から入りました。外、これが3球目、
痛烈、切れました、ファールボール。5球目は何で来るか、打ちました、打球は左中間へ、この打球はフライになっています、レフトが取りました、ツーアウトです。打席には5番バッターアリアス、今日は2本のホームランを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球打ち、左中間へ打球伸びる、ここは打ち上げています、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。13対3、タイガースのリード広がっています。これから9回タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。打ちました、田中、アウト、ワンアウトです。バッターは7番木戸、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました、痛烈な打球、切りました、ファールボールです。ボールになります。3球目打ちました、ヒットになった、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番江越、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。ちょっと今日はタイミング合ってしまってますね。もう投げ、バッターボックスには代打の亀山。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。一塁牽制、セーフ。甘いボールでしたね、ピンチヒッターっていうのはだいたい初球から狙ってきますから要注意ですよ。そうですか。ワンボールツーストライク、三振を取りました、ツーアウトになっています。バッターは途中からマウンドに上がっている森谷。ツーアウトランナー一塁です。バッターボックスには代打の梅野、ツーアウトランナー一塁です。これが1球目、切れました、ファールボール。2球目打ちました、ここはフライになっています。中崎が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。残念ながらカープ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。
よく晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの12回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？まあ朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、まあナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。まずはカープの先発床田がマツダスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。これが初球、初球打ち、伸びていく、どうだ、入れば先制、そのままスタンドに入りました。先制ホームランです、タイガース。カープ初回いきなり先制弾を浴びました。初球でした。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中、フェンスを越えてしまいました。カープ先制を許します。1対0、ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。アウトカウントを取る間もなく先制点を奪われました。バッターは和田。カープ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい、変化球が低めに外れます。変化球入りません。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。はい、インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ノーアウトランナー一塁です。バッターのバース、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか？試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってます。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、振り込んでアウト、盗塁失敗。ここは盗塁を許しません。このアウトは大きいですね。はい、ランナーはいなくなりました。キャッチャーの送球が早い、インサイド落ちました。強い打球、このフライは切れそうだ。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。見逃して三振です。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。バッターは注目のルーキー石峰。昨日のゲームはホームランを含むマルチ安打を記録しています。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。打ちました、取った、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで先手を取りました。1対0、タイガース先制です。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターはアリアス。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。このところ状態はいいようですね。そうですね。さてカープの先発は床田、今日が10試合目の登板です。前回の登板は8イニング投げて自責点3、負けがついています。低めの変化球は決まりません。高めに持ってきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。アウトコース打ちました、菊池、アウト、ワンアウト。さあバッターは松永、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。真ん中打ちました。さあどうだ、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これで7試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。
さてこの江越どういったタイプのバッターでしょうか。まあ目の覚めるような速い打球を外野オーバーまで飛ばすことができるバッターですね。そうですか。インサイド落ちました。ライン際へ打ち上げています。サードが構えます。掴んで2アウトです。さあそしてバッターボックスには梅野が入っています。さあ2アウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど、そうですね。初球打ち切りました。ファールボールです。ここを歩かせて次のバッターと勝負した方が良かったと思いますね。打ちました。ショート取った。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますがいかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。高め変化球、空振りです。インサイド空振り。あっという間に2ストライクです。打ちました。セカンドゴロ。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。こちらが先ほどの配球になります。インサイド見送っています。2球目打ちました。この打球はフライになっています。取って2アウトです。2番バッター和田。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。2アウトになっています。インサイド落ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。さあ初球は何か。初球打ち、ファウルになります。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割4分。打ちました。痛烈。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。打ちました。ここは打ち上げています。取って3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。1対0。回は4回の表に入っています。タイガースの攻撃、バッターボックス石峰。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば貴重。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。2対0になりました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。その差を2点とされています。どうかなと思ったんですがギリギリスタンドまで持っていかれました。そうですね、どうかなと思ったんですけどよく伸びましたね。試合中盤徐々にリードを広げられています。打順は5番アリアス。カープこの回追加点を許しています。アウトコース、ボール。見送っています。ボール。ボール先行です。低いところへ決めてきました。148キロ。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。打順は6番松永。さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めに引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。さあ1塁に追加点のランナーを許しています。バッターボックスには江越、そして一塁ランナーはアリアス。まあ盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。ええ、どう動いてくるでしょうか。一塁はセーフ。初球は何で来るか。引っ張った。サード取った。二塁は無理。一塁送球。ツーアウトになりました。
8番バッター梅野。カープこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。里崎さん、ホームランの後またピンチになってしまいましたが、まあそうです。外のボール打っていった、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。2対0タイガース。里崎さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあそうですね、ただベンチではそろそろ交代っていう考えもあるんじゃないですかね。初球打ち、田中が抑えています。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはカープが床田、そしてタイガースが中村、この2人の投げ合いとなっています。2番バッター和田、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。2アウトになっています。さてこのところのタイガースですが、依然開幕から連勝が続きます。素晴らしい開幕ダッシュです。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3打数3安打の猛打賞。2アウトランナー2塁。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんから、バッテリーを落ち着いて対処したいですね。なるほど、そうですね。まあチャンスに非常に強いバッターが相手ですから、リードには十分気をつけたいですね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。縦のスライダー、いい高さから落としてきました。さあ追い込みました。いったー、センター見上げるだけ、入ったー。バース今シーズン第74号のツーランホームラン。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。追い込んでからの変化球でしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その際4点、大きくリードされました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。リードを広げられています。バッターは4番石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、初球打ち、高く上がった、レフトが下がっていく、下がっていく、スタンドも越えていった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られ、なんと球場の外まで持っていかれてしまいました。相手主砲の一振りでした。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。点が入りました。リードを広げられています。バッターボックスには5番アリアス。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうです。インサイド落ちました。ファウルになります。このカウントは厳しめにいきたいですよね。なるほど、さあどう来るか。打った、高く上がった、レフト下がっていく、下がっていく、スタンドには届きません。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続のマルチヒット。2アウトランナー2塁。引っ張った、ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。6対0になりました。カープもうこれ以上点はやれません。打席には7番バッター江越。一塁牽制、セーフ。走ってきた、キャッチャー送球して、タッチアウト、ボール盗塁失敗。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。6対0タイガースのリード広がっています。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、エゴシがバッターボックスに入ります。打ちました、大きな打球になった、レフト入った、ホームラン。
ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。カープ追加点を許します。7対0。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番梅野。最初は変化球できました。打ちました。2球目打っていきましたがセンターライナーに倒れています。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の中村打席に入ります。まあピッチャーの打席なんできっちりアウトを取りたいですね。そうですね。打った。床田抑えて一塁アウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね。存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。なるほど。そういった攻め方をしていけるかどうか。さあ2球目は何か。インコースに持っていきました。さあ3球目は何か。打ち上げた。ここは打ち上げています。変化球に泳がされて取りました。アウト。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。7対。これから7回タイガースの攻撃です。里崎さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか。まあ確かに今日の試合は厳しい内容ですよね。まあなかなか引っ張った。阿部アウト。ワンアウト。バッターボックスバース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。ワンアウトランナーなし。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。打席には4番バッター石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい。ツーアウトランナーありません。今日はバッティング絶好。痛烈な打球、高く上がった。突き刺さった。ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。4番に一発を浴びてしまいました。その際一気に6点と突き放されました。5番バッターアリアス、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。ボールになります。スライダー外れます。さあ決め球を思い切って投げ込みたいですね。なるほど。さあ何を選択。ファウルになります。ツーボールツーストライクです。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インコース打ちました。いい当たり切りました。ファウルボールです。打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。今日も3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。バッターの松永、今シーズン得点圏での打率は6割6分6厘となっています。打った。右中間に大きな打球。さあどうだ。右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。9対2。カープなおもピンチです。打順は7番江越、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。引っ張った。取った。一塁送球、一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。9対2。タイガース。これから8回タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは島内、今シーズン18試合目の登板です。
昨日のゲームでは2イニングを投げています。これから8回、点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打のオマリー。ここでリードを広げたいですね。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。10対2。代打アーチでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。次はピッチャーの打順ですが、先発の中村バッターボックスに入ります。まあここまで好投してるんで、やはり続投でしょうね。そうですね。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。一二塁間、菊池掴んでワンアウトです。打順はトップに帰って真由美。今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは2番和田。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでバッターボックスには代打の八木。ここでリードを広げたいですね。一塁牽制球、一塁はセーフ。一塁牽制セーフ。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。一塁はセーフ。コーナーを攻めます。あっという間にツーストライクです。ランナースタート。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった。入ったー。ツーランホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。カープ追加点を許します。12対2になりました。代打に浴びた一発でした。バッターは3番バース。まず何を投げてくるか。打ちました。打った瞬間確信したか。ぐんぐんだ。突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。13対2になりました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順は4番石峰。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、今日はバッティング絶好調。4打席連続ホームランに挑戦です。打ちました。伸びていく。この打球は落ちるか。どうだ。2球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。ああなるほど。やはりバッターの打ちました。いい当たりだ。高く上がった。入ったー。ソロホームランが出ました。これがチーム10本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。14対2になりました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターボックスには6番松永。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ジャストミート。ライト下がっていく、下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。15対2になりました。ここでさらに1点を奪われました。依然
カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の中崎。さあマウンドに上がったのは中崎、今シーズン4試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。初球は何から入ってくるか。初球ボール、ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。三遊間取りました。これで3連打、ツーアウトランナー1塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でファーストランナースタート、ヒットエンドラン、菊池1塁送球、1塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。これから9回タイガースの攻撃です。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。2球目打ちました。ここはフライになっています。中村抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美、さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。打ちました、高く上がった。この当たりはどうか、センター左へのヒット、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。ストレート打った、抑えた、これは際どかったが一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。打順は3番バース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ツーアウトになっています。低め、これは外れた。さあ4球目は何か、ストレート打っていった、これは大きい、センターの頭上を破っていった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点、カープさらにピンチが続きます。この石峰、ここのところ5試合でホームラン5本を含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。何よりホームランが打ててるっていうのが好調の証ですよね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。バッターボックスの石峰、今シーズンの得点圏打率は強烈、センター見上げるだけ、入った、ホームラン、石峰さらにダメ押しの一発、今シーズン第36号のツーランホームラン、なんと今日4本目のホームラン。カープ追加点を許します。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。バッターは守備交代から起用されている木戸、昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。ええ、さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、田中アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。タイガースのリード広がっています。残念ながらカープ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな